神奈川大学さんで、たくさんのこのサイコロ、また取れた装置が必要になる。よく見ると、はい、正方体、正方形じゃないな、なんだ、直方体ではなくて各面の大きさがいろいろ違う。そうなんで、これを本当にこういう形になるか実験してくれる機械、自動サイコロ振り機です。鉄骨の時間時代に、コンピューター、ちょっと調子悪いですよねこれ。今日はちょっと調子悪いらしい。ちょっとだけ回してもらってもいいですか。はい、ちょっと待ってください。はい、私の研究は調整をしていただいて、コンピューターに、これで、はい、回るかな。この音が聞こえますか。これでどんどん自動でサイコロを振ってくれるというわけです。この黒いところで自動でサイコロが回ります。コロンと。